小川銀次は日本のギタリストである。小川銀次17歳よりギターを始め、数々のセッションを経て、18歳でネズミ小僧を結成。1976年7月、絵の見える音楽をコンセプトに、クロスウィンドウを結成。コンテストでの優勝やメディアにも登場し、1978年に、ファーストアルバム、クロスウィンドウでデビューを果たす。 翌1979年にセカンドアルバム、クロスウィンドにをリリース。この間に、自らのバンド以外のバンドにも参加。川上シュゲゾーン、カルメンマーキバンド、ナルセキスなどに、精力的に参加。そして今はの木吉郎と、中井戸霊子に出会い、日本語ロックのパイオニアである RC、サクセションに参加する。クロスウィンド、 RC サクセションとの掛け持ちを続けていたが、あまりの多忙さのため RC サクセションを2年で脱退し、クロスウィンドに専念する。そして1982年、そして夢の国へ、を制作。映画、俺たちの生きた時間にも4曲を提供するなど、精力的に活動をしていくが、4枚目のワイルドランドを未発表のまま。 クロスウィンドは1984年に活動停止となる。以降、床は当弁のアルファベッツ、旧友、中井戸霊子と当弁との e g s で共演し、1985年にはギター教速カセット本を2冊出版。そして1985から86年頃、小川銀次バンド、ザ・オーケストラ、小川銀次インナーウィンドとして活動。時を同じくして、 ソロアルバムのレコーディングに入る17曲中数曲は後にプライベートピーシズというアルバムに収録されるグレートマイナスセッションやる気というバンドにも参加する1991年プライベートピーシズ1986から1987をそして同年インナーウィンドを発表再び音楽界に戻ってくる1992年 インナーウィンド2を発表、そして続けて、プライベートピーシズ2のレコーディングに入る。1993年、インナーウィンド解散。1993年の後半1995年頃にかけては、ギター1本でステージ活動を行う。1999年5月、フラジャイルへゲスト出演。1999年7月、ゴッタンダユーポートで行われた、 北野武史のコンサートにギタリストとして出演。2000年12月中野サンプラザで行われた北野武史のコンサートに出演。2000年5年ほど前に自宅に作ったレコーディングスタジオでそれまでにレコーディングした約400曲より1000曲を行い CD12 枚分の作品として完成。2001年5月23日ミュージックプライベート ダイアリーというタイトルで12枚のフルアルバムを一斉リリース。同時に自身のレコード会社パワーレコードを設立。2015年8月2日死去。58歳没。クロスウィンド名義。小川銀次ソロ名義。ありがとうございます。